人と水とのさまざまな風景はかつて至る所で繰り広げられていました。いつでもどこでも身の回りにあるはずの水、ところがその水が今私たちの目の前からどんどん消えていっています。子供ってどうですか？そうですね、やっぱ水が大好きですね。お母さんの方はどうです？私も好きなんですけど、近くになかなかこういうところがないんで、身近にはなかなかないですので、あの電車 2,30 分乗ってわざわざあの多摩川まで来たっていう次第ですけれども、やっぱりね、生命が誕生したなんていうか自分らのお袋みたいな感じで、安心感って言いますか、やっぱりこう爽やかになりますね、はい、気持ちがね。水といえば生きるものすべてにとって欠かせないもの、それは雨であったり地下水や湧き水であったり川や海であったりと、いろいろな場面で関わりのあるものです。その中で私たちの目には普段直接触れることのない地下水や湧き水は今どうなっているのでしょう。湧き水は土に染み込んだ雨水が長い年月をかけてろ過され地下水となり、再び地上に湧き出したものです。かつて湧き水といえばおいしい飲み水でもあり、生活の中でさまざまな利用のされ方をしていました。ところがこの湧き水が地下水の減少とともに今急速に減ってきています。地下水の下がった理由というのは、利用しすぎたということが一つあるわけですね。それからもう一つは、地下水を灌漑しているその水は雨水ですけれども、雨水が入っていく面積が少なくなったという、それは当然のことながら、その家を建てたり、あるいは舗装道路ができたり、グラウンドができたり、こういうふうに、まあ開発行為によってですね、水を雨水が浸透することを妨害する面積が広まったということになるわけですね。例えばこの道路で水をまいてみます。するとこの水は土に染み込まず、下水道を通じて直接川へ流れてしまうため、地下水として蓄えられることはありません。大地にとってこれは本当は困ることなのです。地下水が減少すると大地の水資源全体が枯れたり、地熱の上昇や地盤沈下が起きるなど、さまざまな影響を生み出します。そこで世田谷区では防水性舗装を行った道路などの整備に力を入れています。この舗装は川に直接流れてしまう雨水を土に返すという目的を持って工事が行われ、各道路の改修整備が積極的に続けられています。こうして土に戻った雨水は大地の緑を潤します。緑があると、あの水を含んでくれてますね。でそれが地下にこう行って、私たちは水を作って、あの保存してくれるわけですから、あの正常の中をご覧になれば分かりますけれど、どんどんお家があの、まあ、いろいろな事情で更地になっていくんです。お庭にあった木やなんかを次の方がいらした時に、あの、まあ、前に住んでらしたいろんな思いのある大きな木もみんな切られていくんですね。そうするとそこの地下に行く水も緑もなくなっていくわけですから、そういう点で緑は本当に大切だと思います。世
田谷区には水と緑に直接触れ合える場所が数多くあります。水の中へ自由に入れる公園などもあり、都市生活の中で失われつつある水との触れ合いが気軽にできるよう工夫されています。今私たちの目の前からなくなりつつある水、こうした場所で人々に憩いと遊びを提供しながら自然への興味と関心を呼び起こしています。やっぱり汚いですね、もうみんないろんな人とかがね、見てると缶とか割れた瓶とか、この時期になると花火があるからみんなそういうのばっかり入ってて、もうちょっときれいに水を見てほしいなと思いますけども、ゴミは主に缶、それから缶、そうですね、もういろありとあらゆる缶、瓶、それからひどい時にはお金とかもう投げ込めるものは全て投げ込んでるっていうような感じですからね、小学生なんかもザブザブ入っちゃって、ちっちゃい子も暑い時は裸で脱がしちゃってね、入れちゃう、男の子なんてもう黙ってても入りたがっちゃうっていうか、なんかこっち止めるのに必死みたいな感じ、諦めてみたいな感じ、ママあれだ、細かすると面白いですよね、そうですね、そうですね、地下水、湧き水と密接な関係にある川。川は絶えずきれいな水が一定の量で流れ続けているのが健全な姿といえます。ところが地下水の減少で川の源流となる湧き水の量が少なくなっているため、河川を流れる水は下水道から直接入ってくる雨水や生活排水が主であるという不自然な現象があちこちで起きています。そこで雨が降らないときは水が少なく、降ったときには急激に水量が増えるというようなことも起きるのです。東京を代表する川、多摩川。この大きな川は区や地域の人たちの努力などもあり、現在川本来の自浄作用によって生きた水が流れている都市の川としては数少ない例として、私たちに様々な恩恵を与えてくれています。人と水との触れ合いは雨と地下水と湧き水と川、さらに海まで含めた自然の大きな循環を崩さずに、自然の持つ能力を最大限に引き出しながらバランスを保つことの中にこそあります。湧水の枯渇をですね、防ぐために雨水浸透装置というものをですね、奨励しております。つまり屋根に降った雨水を下水道に流さないで、地下に、戻そうという運動であります。これは区の行政上のバックアップもありまして、そういう協力してくださる住民の方がいらした場合には区で予算を出していただいて、施設を作っていくということになっております。雨水浸透施設とは、屋根に降った雨水を土井から土の中の浸透マスを通じて大地に戻す設備です。住宅地の場合、この浸透マスは数個埋められ、それぞれがパイプでつながって雨水を土へ返すようになっています。こうして土に染み込んだ雨水はろ過され、地下水となって蓄えられ、やがて湧き水として地表に出てきます。こういうような工事を今まで何か所かやらせていただいてるんですけどね、そのお庭の空気が変わったというのがもうどこでもおっしゃることですね。
その風が涼しくなる、はい、で爽やかなもうあの風になると。それは結局地下水のその冷気がこういうところを通しても逆に戻ってくるっていうような形だと思うんですね。まあ、あの私実はここに移るまではマンションっていうかまさにその集合住宅におりましたんでね、水というのはある意味じゃもうその全く外の話で、家の中と外を全く隔離されちゃってますんで、水の中であるいは水がその蛇口から出てくる水は意識してますけども、それ以外の水とあまり意識してなかったかもしれませんですね。で今回これで改めてその水の流れだとかですね、それと植物との関係をどっかで意識してくることになるのかもしれません。こういうところはあまり家の近くないから、うん、楽しいなと思う。私たちは今水との触れ合いの中で大地の深い場所からさまざまな課題を投げかけられています。こういうところって水しかないんですけどもね、かえって子どもはその中でなんか創造性をあの豊かにするんじゃないでしょうか。ずっと入ってたから、やっとの思いであげたんです。何やってんの僕は。遊びたい。遊んでた。どうやって、何して遊んでた。石で遊んでた。石で遊んでた。お魚は。お魚